はい、しおみんです、こんにちは、こんばんは、本日ですね、久しぶりにですね DIY というかアウトドア系のですね、グッズを作っていきたいと思っております。というのはですね、実はこのソロストーブ、この辺ちょっと出しますけど、ソロストーブライトっていうのを買おうかと思ってたんですけど、工場的に売り切れ状況、メルカリでもなんか多少あるですけど、やっぱり中古でですね、何千円とか払うっていうのはちょっとどうなのかなという感じでですね、そういうことであれば作ってしまおうと思ってですね、作ろうかと考えております。今日はですね、久々にこうキャノンの EOS の 70D というカメラをですね、ちょっと引っ張り出してですね、自宅でその様子を撮っていこうかと思っております。ちなみにですね、YouTube で他でもそのソロストーブをこう作ってはる人たちって結構いらっしゃるんですけど、結構ね、道具がしっかりしている道具であったりですね、いった感じで、ちょっとその道具は揃えられないかなと思うので、どんだけ簡易的な道具でですね、できるのかっていうのをちょっとやってみようと思っております。それではいきます。ジョン。はい、まずですね、ダイソーに行って今買ってきたのがこの3点です。まずはこちら、オイルポットです。オイルポットを1つと、これと別に柄はいらないんですけど、灰皿ですね、普通のカンカンの灰皿と、あとは、かき揚げのリングってやつを買ってきました。これですね、かき揚げのリングってやつですね、かき揚げ作るやつですね。で、100円、150円ってことで、200円の350円プラス消費税みたいなセットでございます。この3つで、作っていきたいと思っております。道具の説明だけしておきます。ラベルを剥がす、ラベル剥がしですね。あと釘、普通のどんなんでもいいですけど、できるだけ太い釘と、金槌。あと使用したのが、私はプラスのドライバー、これなんていうんですかね、これがニッパーですね。ニッパーと、これ鉄をちょっとしたものが切れるハサミ。あとは、私が使ったのがビニールテープ。あと若干、針金使いました。針金、なくてもいけると思います。あと方向を使うためにスマホの、磁石というか方位磁石を使いましたね。これぐらいあれば今日の工作はできます。実は後からビデオ撮ってるんですけど、グッズの説明でした。はい、まずどういう概念であるかというとですね、ここのこの灰皿がこのオイルポットの中に、まあ基本的にはこう入って、この灰皿の中で、この灰皿の中で燃焼が起き、こことここの、中と外に穴を開けることによって二次燃焼を起こして、熱効率がいいストーブを作るという、まあ、そういう概念でやっていきます。それではやっていきます。まずラベルをですね、いろいろ全部剥がしていきましょう。はい、ラベルが剥がれないときはこういうラベル剥がしのスプレー缶があるんで、スプレーでシューッとやってですね、しばらく置いとったら剥がれます。なくても別に構いません。剥がしたくなかったら剥がしなくても構わないと思います。はい、このようにきれいにシールも剥がれました。次にやる作業はですね、ここに、高さを合わし、ここに穴開けていくんですが、高さを合わしたいので、
ここにちょっとビニールテープ貼りたいと思います。はい、普通のこうビニールテープを持ってきました。これを高さを合わすために一回貼ってみましょう。ここのですね、この一番下に合わせて貼るとですね、高さ合うんじゃないかなと思ってます。はい、高さを合わすためにだいたいこうやってこんな感じですね。でですね、こうプツプツ穴開けていくんですが、8個穴開けたいんですね。8個ぐらい穴を開けたいんですが、ということは、こっちからこう見ると1,2,3,4,5,6,7,8 っていう感じなんで、これをどう測るかってちょっとなんかやっていければと思ってます。まずどっか視点を決めましょう。でマジックで一箇所どっか視点を決めて、はい、決めました。そうしましたら僕は大体でいいんですけど、スマホで、方位磁石アプリがあると思うんで、こういう普通のコンパスアプリがあると思うんで、これを見ながら、まあ大体ですね。でこう1,2,3,4 ここでね、はい、1,2,3,4,5,6,7,8個の印をこのカンカンにつけていきましょう。ここのなんていうかな、止めてあるところはできるだけ避けた方がいいかと思います。穴開きにくいですからね、穴開きにくいんで避けた方がいいと思います。で、8個印がつきましたと。じゃあここで普通の工具しか持ってない人は何でいきましょう。首でもいいですし、首でいっちゃいましょうか。普通の首でいいと思うんで、まず首で目安の穴を開けていきましょう。はい、行きます。はい、このように8箇所穴が開きました。もちろん電子ドリルとかお持ちの方はですね、電子ドリルガリガリやってもらったらいいかと思います。でもうこの時点でテープはいらないんでテープ剥がします。この各穴をですね大きくしたいんですよね。どれぐらいかな。まずじゃあこれでいきましょうか。ドライバーを突っ込めるかどうか、ドライバーを突っ込めるかどうかでやってみましょう。はい、一箇所ですがドライバーがこうぐにゅぐにゅ突っ込めるぐらいの大きさになりました。もうこれぐらいの大きさになりましたけど、もうちょっと大きいのいきたいですね。どうしたらいいかな。この時はこういうニッパーでいってみましょうか。ニッパーをぐりぐり入れていって、こんなもんですね。これぐらい大きくなるといいんじゃないですかね。まあ格好は不格好ですけど、まあいいんじゃないですかね。 OK です。割とこう思ったよりもまん丸に開きました。こっちもいけるかな。やっぱりドライバーが先ですね。ということで、この作業をですね
8箇所やっていきます。1回じゃあビデオ撮りますね。はい、そうしましたらですね、こうやってですね、同じ作業を繰り返して、一応8個穴が開きました。思ったよりちょっと美しいですね。じゃあこれは外側はこれで終了です。次ですね、この内側の作業に入っていきたいと思います。こちら灰皿ですね。こうなってた灰皿をパカッと開けてですね、まずここに、穴を開け、下をくり抜いて、このこいつをですね、底に行くようにしたいと思います。それでは早速やっていきます。まず穴は先ほどと同じように高さぐらいは合わそうということで、さっきのこのビニールテープもう一回貼りたいと思います。でビニールテープが貼ったらですね、また先ほどと同じように、僕はこのスマホで位置決めをしたいと思ってます。これも先ほどと同じように、このつなぎ目のとこは避けてですね、やっていければと思ってます。こうやって印がついた先ほどと同じように釘で穴開けてですね、その後広げていきたいと思ってます。じゃあやっていきます。打つとき缶が歪むんで、まずはこの蓋をしてからやった方が良さそうですね。はい、8箇所穴が開きました。じゃあ先ほどと同じようにこちらのドライバーを突っ込んでいきたいと思ってます。はい、しゃあないな。よし、あ、いや、こんなもんしよう。はい、次はこういう先ほどと同じようにぐりぐり穴を広げていきます。ちょっと形いびつになりましたけど、とりあえず8個穴が開きましたというような状況です。で、これがこう上に来て、下を開けて、こいつを底の方に持っていくような作業をしていきたいと思います。まずこの底を開けたいんですけど、どうしましょう。缶切りでいきましょうか。ちょっと缶切り持ってきます。はい、普通の缶切り持ってきました。缶切りで開けれるかちょっと実験します。開けそうですね。はい、ということで蓋がこう取れましたと。はい、こうやって取れました、蓋が。でこれが下に落ちるようにしたいんですけど、なかなか大きさになってますね。これがちょっとこいつ、背が高いんで、ちょっとここ切りたい感じですね。何で切ろうかな。こういう、これが底に来るようにしたいので、これを一旦底に合わせて、一つずつ順番に折り曲げていきましょう。あれ、あ、でも道具がなかったら作れないやつもあるんで、まあいい感じじゃないですかね。という感じで、こいつが、はい、こんな感じで、そこに入って、ここに火をっていうか、薪を組めていくっていうようなイメージですね。ちょっと切り方が雑なんで、ちゃんと平行になりましたね。かっちりはまった感じですね。
はい、切れたやつをですね、この切れたやつをですね、こう折り曲げていって、この内側の台にですね、内側の台にはめ込むというような形です。はい、いろいろ補強したくなったんで、ちょっと針金も用意してみました。こんな針金。家にあったんで、それで早速いろいろ補強していきたいと思います。まずそこですけど、そこをですね、ちょっとね、こんな感じでちょっと入れてですね、どっかに一枚ペロッと開けて、ここにじゃあ固定したいと思います。こうすると下のこの台がですね、そんなにプカプカ浮かないかなと思ってます。ちょっと形がいびつになっちゃったんで、ちょっとまっすぐ入ってないって感じですね。次これをですね、くっつけたいですよね。ですので、どっかに穴をこれもここに開けてですね、ちょっと針金の固定したいと思います。はい、こうやって2つずつ穴開けてですね、針金通していきたいと思います。よし、とりあえずこれで固定ができましたと。この中にこいつが、針金が邪魔に入って固定されると。ちょっと針金切ろうか。でこれがこう中に入って、こんな感じですね。いいんじゃないですか。それでここの中に薪を入れて、ここでお湯が沸ったりするということなんですが、じゃあこうこの上に置いてもいいんですけど、こいつをですね、ちょっとここに置くと台代わりになっていいんじゃないかなと思いながらですね、ここの工作をやっていきたいと思います。まず薪を組めるとこも必要なんで、これ切っちゃいましょう。切れました。で使うのはこっちの部分だけですね。こっちの部分だけカチャッと置くと、この上に鍋とか乗せれるという形ですね。はい、これで完成です。直すときはもうこのままパカッてやって、これだけちょっと余分ですけど、はい、最後収納ですけど、よく考えたらこれも中に入りそうですね。一回取ってもらって、これを外側にこう巻きつけて、このままスポッと入ります。でこれ蓋したらですね、このままこれで持っていけるっていう感じですね。はい、じゃあちょっと点火テスト行ってきます。